ございます。今日は12月26日、小栗旬さんお誕生日だそうです。おめでとうございます。お名前書こうと思ったんですよ。で、栗、今日は栗という字を書いていきます。そうですね、私埼玉県出身なんですけど、その地域性なんでしょうかね、栗がつくお名前結構あったんですよ。クラスメートに3人ぐらいいたぐらいなんですけど、最近全然見かけないんですよね。地域性の問題かもしれません。ちょっとこの辺にかな、ちょっと大きめに書いてみますね。栗という字です。少し乾燥が激しかったりするとこうカサカサしてくるので、筆ペンの場合はこの辺りをちょっとギュッと押してみると、こうやってね出てきますので、ちょっとねやりすぎると垂れてくるので、その辺注意ですけど、この辺か、はい、こう上にギュッとこう上がる性質で短く、漢数字の3で言ったらこの第1画目ですね、こうになってるこの性質と思ってください。これをねここに1画目に書きます。それから少しここに隙間をね開けるようにしたいっていうところと、この2画目の位置ですよね、ここの関係、こういう風になりたい。それからここを締めるように書きたいので、ここが近かったりするとここ開かなくなっちゃいますから少し下げます。こういう関係ですね。ここからこのぐらい下がってるんだっていつもこう思っておいてください。そこからこうです、こんな感じで来てですね。でこちらもこういう風にね入ってあげましょうね。で2本入る方の西を書きます。でこちらが一番長くなるように、そして真ん中にこうですね、この払いの仕方が難しいですか。これ比率で言ったら 1対1かな。結構頭が大きくていいっていうところなので、もう一回書いてみましょうか。こちらにグッと上がる性質、ここの関係ですね。位置をよく見ておくこと、1、2として、でこう真ん中に何かが入る時のこう口みたいなものっていうのは、縦がこう縦角がね少し出ていいぐらいです。でここが一番長くなるように全部ねこう乗っけて持ち上げてる感じですね。で真ん中です。ここ気質少し見せましょうか。ベタッとつけるよりもここはちょっと出しておいた方がいいですね。出しておいて、あまりここを長くしすぎないように、ちょっと短足に感じるぐらいでいいんですけど、次の払い方なんです。こう来てこう来たら、ここにしっかりと当ててこういう風に持ってって、ここよりも出ていかないように下に映ってない、からこういう風にいかないってことですね。これ分かりますよね。ここが2等分まずされてないっていうのは下に行っちゃってるからですね。これはね、横に行きたいような気持ちと、それから少し跳ね上げるぐらいな感じでこちらにこう戻ってきたいので、下にシャーッと払わないことですね。こう来て横へ行くような感じでこう戻ってきます。でここからまた高さ、はい、揃えておいて右へ、そう、これで左に対して右がいつもあると思ってください。そうするといいですね。でちょっと早く書きたかったりとか、宛名書きなんかで、書きたい時とか、ちょっと大人っぽくしたいとかいう時は、ここからこう来てトントンでも構わないと思います。その時は右側の点を大きくすること、それから左がこの部分ですよね、ここ近くていいです。これが近くてよくて、で次が離してあげる、なるべく遠くに行きたいっていう気持ちをこちらねギュッと持ってくる。そうすると行書とかちょっと崩したバージョンはね、そういう風にするといいですよ。トントンっていう感じでこちらをちょっと重たくねこうやってしてあげる。そうやってバランスを取ります。はい、今日は、まあ、木下のねこういう木の部分っていうのはいろいろ応用が効きますので使ってみてください。はい、それでは失礼します。